佐都市仙天朝2年2月14日は平安時代前期の新言衆の僧。さぬきの人、属性菅原氏。母は空海の姉と伝えられる。空海の老いで十代弟子の一人。空海が亡き地仙の供養のため書いた棒弟子地仙がための達詞文が小領州牧八にある。おじで師匠の空海より先に亡くなったため。 空海が駆けつけ地戦の死を悼んだとされる里藤子戦は、後順の死と言われ、父母にまつわるものが多い。生没年月日は、近世末期の工房大師で師婦の説で、最も一般的ではあるものの、信憑性は疑問。本来、生没年未生とすべきか。なお、工房大師で死伝は、生没月日を5月14日としている。年代、年齢はともかく、 高野雑筆集書集の書簡に、大安里支線とあるので、大安寺を本寺として、出家得度したことは事実。権蔵を空海の師とする伝承は、今日では否定されているが、少量衆巻中の小僧僧上、権蔵大徳の影の山から、空海と朝からの関係にあったことは明らかで、権蔵に預けられたとしても不思議はない。坊弟子支線が、ための達し文によれば、 サトシは、入道の長子、つまり最初の弟子で、2期、イコール24年間にわたり、空海に指示したという。没年が、天長2年なら、年代的には合致する。当時、特土者の年齢は20歳以上と定められており、16歳での、受戒は、不可能。なお、俗日本語記、上は2年3月21日以上の、空海卒伝によれば、 空海が得度したのがこの年とする説も。坊弟子線が、ための達し文によれば、影のように常に空海に月き従いく楽を共にしてきたとある。空海の指摘従者として、日東に同行した可能性も考えられる。里都市が得度できる二十歳になるのは、延暦八年生説に立てば、大道三年であり、普通樹海は、その二年ほど後、公認元年になる。 正式に僧侶になる前の大道年中の感情は考えにくい。ただ、高尾山寺の参考となる公認3年までには感情を受けたと考えられる。伝行大師消息所集。11月15日に高尾山寺で行われた最長らへ感情に関連するもの。この頃すでに知戦が教団内で空海の代理人的地位にあったことがわかる。所管で最長は、 サトシ線を敬って、法人と呼んでいる。空海が、直居後初めて、高野山入りしたのは、公認9年。以来、頻繁にケイ都高野さんを王冠する。ありがとうございます。